先週に続いて、大須賀先生に、般若心経の、世界、ニューサイエンスと般若心経について第2回を、放送したいと思います。こんにちは。あ、どうぞどうぞ。先日、般若心経の第1回目ニューサイエンスとの関わりを、先生にもお話しいただいたんですけども、今回は、般若心経の中の、空という、意味合いを、やっぱり話さないと、その重要な、問題なので、先生にちょっといろいろとレクチャーいただきたいと思います。じゃあまず、最初にその、ブッダの話からちょっとお話しいただければと思います。そうですね、この前ね、はい、初めて、般若心経の難しいというお話をさせていただいたんですけれども、ニューサイエンス、新しいね、はい、私は専門じゃないんですよね、はいはい、ただまあそういう意味ではね、資格ないんですけど、はい、あれは一回としてね、はいはい、ただ今まで科学と関係ないと思っていたものがですね、はい、新しい科学ですね、今までの科学、はいはい、そういうことで新しく 見直さなきゃならないという意味ではね、はい、やっぱり大きな意味をこう持っていると思いましてね、はい、それはそれでね、はい、細かいことは、はい、分かりませんけど、で、私が般若心経ってこれは語る資格あんまりいないと思うんですけれども、ただその般若心経だけじゃなくて、いろんなね、精神的なこともこう関わっていて、カウンセリングとかそういうこともあって、身近なところでなんかこう優しくね、性格ではないかもしれませんけれども、皆さんに多少こう身近なところでこうお伝えできないかなというのが私のね、はいはい、そうですね、でまた本当の専門家ではありませんのでね、はい、自分の経験を通してのね話で申し訳ないんですけども、でも先生はそのカウンセリングの方は専門ですから全然問題ないと思いますけど、般若心経のね、はい、本も30年ほど前にそういう意味での、はい、ニューサイエンスとかいろんな意味での本はすでに書いてて、最近ね、はい、そういうことがこうようやく現実に、はい、取り上げられ始めて、学会でもね、そういう時代になってきてようやくね、ということですね、はい、ちなみに先生の出版されてる本は、プレジデント社から般若心経に、プレジデント、般若心経に関してはね、はい、プレジデント、プレジデントね、社で何冊か出してる、そのほかね、出しております。じゃあちょっと本題に戻りまして、はい、じゃあそのまずブッダの話をちょっと、そうですね、だからブッダはっきりは分かんないところもあるんですが、その紀元前5世紀の頃生まれたわけですよね、で本当は王様の息子ですから、はい、もうね、何も苦労ないはずなんですけど、そうですよね、お母さんがね、こう2歳で亡くなって、それもあるんでしょうね、で突如29歳の時に、お城を出て修行にこう出家するわけですね、そういうことなんですね、でいろいろこう修行したあげく、なんかこう今までの信用してた人たちとちょっと違うあり方に彼が気がついて、仏陀が あることを述べたわけですよね、ところがその当時は言葉がないんですよね、なので100年ぐらいしてから、こういった言っただろうということをこうね集めて、格のごとき聞けるという如是我聞って呼ぶんですよね、でそこにこう経典ができて、で、それがいろいろその間にこう難しい、その理論だったり厳しくなったりしたのが紀元前後ぐらいまでですね、そういう仏教と、でもそれちょっと違うんじゃないのと、もっと広いんじゃないのという新しいこう考え方が出てきた、それがもう一つあるわけです、で前の古い方を、古いってそれまだもちろん東南アジアの方に移りまして、ありますからね、それは小さい乗り物、少女仏教というふうにね、小さいというのは要するに我々その時にはね、自分だけが自分だけだったらちょっと言い過ぎですけれども、その救われるために、座禅をしたりなんかしていたわけですね、自分という人間が中心、ところが
紀元前後あたりから、いや仏様はねそれよりもっと広いことを言ってんじゃないのっていう考え方、はいはい、でそれをまとめて、2世紀頃の人なんですけど、はいはい、インドの方ですかね、はい、その龍寺という方が、はい、その一番大事な中心の、それを言葉にすれば空という字なんで、空というね、はい、空だというふうに言ったんですね、はいはい、じゃあ空とは何ぜということなんですけどね、はいはい、でもその空ということが紀元前後あたりからこうたくさん、それはこう般若経って言うんだけど、はい、だんだん出てきて、それを小さくこうまとめて、特に空ということをこう中心にしてまとめた短いその経典が般若心経なんですね、はい、それインドですから、はい、それがその中国に行って翻訳されたものですわね、はいはいはい、うん、それが今だんだん若い人にもこう、はい、少し関心がね、はい、最近持たれている般若心経の大きな、はい、流れなんですね、はいはい、うん、まあ、清浄仏教っていうのは結局は、うん、自ら救われるために自ら修行するってことですよね、うん、まあ、苦行もあり、うん、まあそのね、まあ、今は苦行なんかはしないんですけども、うんうん、ブッダの時はその苦行し、うん、それで、ね、最終的にこう肉体が、うん、衰え始めて、その筋あたりに、うん、牛乳を飲まされたとかね、うんうん、それでもう、まあ、そこでもう、うん、あれは牛乳ってことはその、うん、やっぱり戒律を破ったことになるんですかね、うん、まあそのだからその修行と、はい、それからその異常な難行苦行というか、はいはい、それはあまり意味がないっていうことを彼は言い出したんですね、はい、まあ悟ったわけですよね、うん、その時ね、それまではその別の流れがあって、はい、異常に今ね、はい、そのバラモン経とかいろんな、はいはい、そういうところで、そういうのは、そういう要するに苦行の修行をすれば、うん、自らが仏になる、その精神的な高い位置につくような、うん、そういうことでそのまあ仏に近づくとか、うん、そういう形だったんですね、うん、逆に言うと、うん、その苦行とか、はい、その、はい、そういうものはあんまり、しては逆に悟れないっていう中道ということを言い出したわけね、はい、うん、意味がないどころか逆に邪魔になる、うん、なることもあるということが大きい一つの流れですよね、はいはい、うん、それが清浄仏教で、大乗仏教というのは、うん、でもその、うん、苦行ではないけどね、うんうん、でもなんとか自分の苦しみをこう、うんうん、逃れたいということが我々中心で、はいはい、その清浄って乗り物ですね、はい、乗るっていうのはこれは本当はね、うん、般若、まあ、その、うん、パラミータ神経って本当は般若神経じゃない、はい、パラミータって向こうの、はい、お彼岸様の向こうね、はい、それは悟った世界にこの到達するという意味の経典なんですよね、はいはいはい、だから小さい乗り物、つまり自分だけが乗って、うん、まあ楽になればいいというのが我々中心だと、はい、ところが大乗の方はですね、いや命あるものは人間だけじゃないよと、はい、山も川もこういうね、全てが自分を取り巻く命を持って、だから自分だけを中心にするよりはもっと他のものに、自分の心を向けた方が、はい、逆に自分の方にこう流れてくるよっていう、今度は逆になってきたわけですね、うんうん、つまりそのはい、自分だけで生きてるわけではない、うん、そう、大きいですね、社会もそうだけれども自然もそうだし、その関わりの中の自分はごく一部でしかないってことですよね、だから、はい、その自利利他、自分の利は、うん、その他人の利と同じなんですね、うん、はい、うん、あの言葉に向かわんと欲すればそのくっていう、こう向かわんとすると逆に、はい、そういうね、うん、もうまさにもう精神病の世界はその通りなんで、ね、水でもさこっちやろうと思うともう行っちゃう、あ、そうなんですよね、うん、そういうふうにこう考えると、うん、自分のために自分をその集中していくと、はい、逆に自分を破壊しちゃうのね、そうですね、水車のように、はい、水車のように他に流すと、はい、ね、自分の中に入ってくるのよ、はい、水がね、そうですね、まあそういう原理は、はい、まあ、私の一つの常識の中でそういうふうに思うんですけどね、なんだっけな、うん、二宮尊徳の庭でね、うんうん、その小さいたらいの中にあって、うん、自分のところにこうやって水をかき寄せると、うん、脇からこう流れて外に、うん、こうやって外にこう、うん、人の方にかき出していくと自分のところに入ってくるよと、うんうん、そうですね、まあ、まさにその二宮尊徳はそれを実践した
人だっていう話ですね。だからね、この前も話したよね、はい、この細胞の血液でもね、はい、自分のことだけで固まっちゃうと凝っちゃうわけですよね、うんうん、はい、他に流れてくれば一番悪いのがんみたいに、はい、自分だけでね、結局命を、はい、この破壊しちゃう、つまり自己完結しちゃうと、うん、もう消滅せざるを得ないっていうことは、要するに自分が自分だけで成り立ってないからなんですよね。だから他のものが入ってこないと自分が生きてこないわけね、うんうんうん、ということがそのどうもあると、はい、そうすると今までの古い仏教の考え方、はい、ではなくね、うん、新しいその考え方がどうも必要だというので、うん、大乗仏教というのができて、うんうん、それをこの最初にいろいろなんで研究して、うん、はい、いやこれは空ということを言い出すのが龍樹という方なんですよね、はいはい、うん、ちなみにそのじゃあ空の、うん、その意味合いというか、そのまあ難しいでしょうけど、先生なりの、ね、解説をいただけると嬉しいんですけども、もうこれ本当にね、はい、仏教的な立場から言えばいろいろあるでしょう、はいはい、それをね、はい、何千年も経ってやってるんですよ、はいはい、その空っていうのはまあ本当はインドの言葉を、はい、そのまあ、翻訳が中国にね、はいはい、なんかこう分かりませんが、シニアートとか、はい、ゼロっていう意味らしいです、はい、1、2のね、数字のね、うん、まあいずれにしてもあるような、ないような、大空のようにね、はいはいはい、うん、そういうのが空だ、はい、つまりね、物事っていうのはこう因縁で成り立ってる、はい、因縁っていうのは、はい、いろんな原因があって、もうその無限の原因があってそこにこう成り立っているわけですね、はいはい、だからちょっと何か変わればこう変わってしまう、はい、だからそこにいつでも同じものがないわけだね、はい、まあ簡単に言うとまあ空で、はい、ね、で内容のあるような見えたりするんだけどね、なくなってるような、なんかそういうあるとも言えるしないとも言える、はい、で清浄仏教ではこう非常な難しいことを言ってたんですよ、はい、そのずっとの般若心経には清浄仏教のことを書いてあるわけね、はい、いやそれは大清浄仏教で言ってることは大切なことなんだよと、だけどそれでもそれだけにあんまりとらわれちゃうとダメですよっていうことをまあ、言ってるんですわね、はいはい、だからそういう意味では空っていうのはまあできるだけとらわれないね、そんなこともういつも変わってるんですから、はい、ね、どうせ変わってるものをね、自分だけで変えられないものをね、自分だけで抑えて何とかしようと思ったって大地震をねなくそうというようなもんでね、自分だけでやってるんじゃないんだから、まあ少しね、それはしょうがないから、ある程度静かに時を過ごすのを待つことも大事だよっていうようなことを言ってたんじゃないかと思いますね、うん、ただ人間っていうのはどうしても確固たるもの、うん、よるべきものっていうものが欲しいわけですよ ね、 ですよね、ところがそんなものは全然ないよと言ってるわけですよね、うんうん、ところがね、うん、それがないよと、うん、これまあ後でもお話ししよう、はいはい、だからあの色色でくるってこと有名ですよね、はいはいはい、うん、色っていうのはあのこう形あるもの、はい、現象、これが色ですね、はい、色というのは即断の即ですね、はい、そのまま、ね、はい、色素で食う、つまり形あるものがなんかなくなっちゃう、はい、そうするとね、人間、ああそうか、じゃあもう今まであったものをね、なんか当てにならないんだなと、食うなんだなと、うん、こう思っちゃうね、はい、でな、ああ私は悟ったと、はい、だけどそういうふうに悟ったものも変わっちゃうよっていう、そうですよね、空足是色だ、はいはい、ね、悟ったことも一つの現象なんだ、はいはい、そうですね、悟ろうなんてね、あんまり思いすぎるだよという、そうですよね、まあ理屈ではね、はい、そうなんだけれども、はい、それやっぱりね、必ず必ず、はい、もう一つね、はい、とても及ばない世界ですけどね、僕なんかもう、うん、あのね、座禅なんかに興味持って、うん、悟りたいなって思ってました、うんうん、それも、ね、知り合いのおじいさんが、その印鑑証明なんていうのを見せてもらってね、うんうん、ああすごい人がいるんだなと思いましたけども、いざやってみると、まあ、仮に悟ったと、その時思った時点でもうそれこそ現象になってしまって、それこそもうね、その色になっちゃうんですよね。それがすなわちもう空ではないので、結局まあその時点でまたやんなきゃ、また変わっちゃうってことですよ。
だから結局はね、あなたがどう思ったらどう思わないと世の中はね悟ってんだよっていうね、なるようにしかなってないんだから勝手に考えなさいっていうことで、まあ、ざっくばらに言うとね、ざっくばらに言うとね、はい、だからって言ってまあほっぽらかしにするとかそういうことではないんですけどね、はい、だからその諦めるところ定観っていうね、はいはい、あのその日本の諦めっていうのは感情的に、はい、ああ諦めない、はい、られないものをね、はい、忘れなきゃならない、はい、残念だっていう感じ、はいはい、我々中国っていうのはこう実践的なね、はい、そのインドのことはまあ、はい、あの中国に主にこう入って般若心経が発展したんだけども、はい、もう、ね、ああ死んでいくのか、うん、それはそのままの当然だよっていうね、うんうん、そういうそのあるがままを見ていくっていうのは諦めっていう意味なんですよね、はいはいはい、だけどなかなかね結局そこに感情が入っちゃうんですよ、うん、はい、だから逆に言うと感情が入ろうと入る前とそれはいいですよと、うん、はい、ね、どうぞ自由にしてるんですよ、で死ぬ時にいろいろね迷いがあって、悟れないかもしれないけど、でも それでも悟りなんだよというのはその大乗仏教の、はい、悟れるとか悟れないそんなもんないよと、まあ、そう言っちゃうとね、まあ身も蓋もないんですけどだから、ね、でもやっぱりそれが、うん、まあ真実というか、まあそうなんでね、うん、要するにね、うん、自分が悟ったら誰よりも偉いんだっていうわけでもないし、うん、悟らなくてもまたよしということですよね、うん、その自分のね結局赴くとこに、うん、赴くようにいければいいというだけの話だと思いますよね、うん、ただね、僕時にね、こう、こういうのはね、悟れない私が話すんだけどね、はいはい、例えばその、真実の話があるのに、はいはい、ただこういう理屈をね、はい、生徒に、生徒というか、まあ、はいはい、私、カウンセリングに関して、はいはい、話してるとね、ほっと今までのものはね、うん、なくなっちゃったっつってね、はいはい、変わっちゃう人がいるんですよ。おその、よく、いい方に理屈だけで、はい、ね、うん、もうがんになってあれだったのはね、次の年に元気、元気、あれから元気、はい、あれ、これ頭で分かっただけでも、うん、ね、そういうことはあり得るのかなと自分が言いながらね、はい、生徒さんの変化に僕は感動したことがある。ああ、そうですか。だからまあ、そういうことを考えることも全部ダメなわけでもない、うん、あ、長違う、おかしなわけでもない、うん、まあね、なんかこう、新興宗教みたいにね、うん、信ずればこれが治るっていうのもよく、あんまり面白くないっていうか、いい感じはしないですけども、うん、まあ、たまにそういうこともあるということですよ、やっぱり信ずって、はい、まあ、信じ方あるんだけど、はい、信じたりなんかするやっぱりそういうことが起こりうる、はいはい、だけど、それもね、もうすでに渡ってば、まあそれまでなんですけど、はい、やっぱりこの自分の思い方、はい、信仰の仕方もね、うん、それによってで宇宙のいろんなものにこう流れるエネルギーがこう関わってくる、はい、ね、その自分の思いが伝達される、うん、あれが、うん、鳥でも何でも同じですよね、はいはい、もう何で気を離れてもね、うん、やっぱりこう通じていくっていう、まあ、そういう不審さも確かにあることあるんですよ。だから理屈だけではない、うん、やっぱりこういわゆる我々が言う不思議なことは起きるんだけれども、うん、はいはい、それは大きな意味ではこう科学的な、ね、流れがこうやっぱりあるんでしょうね、うんうん、そうですね、うん、結局そこにまだ分かんないですけども、そのなんか実際にも科学的につながるものがあるんじゃないか、うんうん、理由付けできるものがあるんじゃないか、そうですね、ってことですよね。それ今まで見えなかったからね、はい、だからまあ東洋ではそういうふうに言われて、で西洋では見えないからそんなことないよってこう言ってたんだけど、まあ見えないことがないということになってるんです、うん、ところが、まあ、アインシュタインを1980年代、はいはい、特にその、はい、もう素粒子っていうのものは専門だから、はい、見えない世界が見えてきたわけですね、はい、そうすると極端に言えばここで私が動いてるこの、まあ、木星かなんかわかんないけども、うん、そういったところでもこう同時にこうその現象影響とか、ね、その変化することを見えるようになってきたわけ、はいはい、いかにこうつながってるかっていうことがね、うん、今改めて、うん、だから科学が変わんなきゃならない時代になってるわけですよね、うんうん、そうですよね、まあ、今までの科学に比べればそのニューサイエンスっていうんですかね、うん、そのだん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 その、まあ、実際にその、うんうん、ニュートンとかああいう時代の科学とは違って、うんうん、もう少しこう般若心経の世界なんかも解明できるようなそう、ね、方向に向かってきてるような感じですよね。そういう意味ではその、はい、西洋が我々人間を中心としてね、はいはい、こう考えて、はい、
東洋というのはそういう大きな自然を込みながら人間というのを考えてきた歴史の違いというのがあるとね、はいはいはい、それはやっぱり今こそやっぱりそういう、うん、まあ二元的なものではなく一元的なこの全体の考えの中で生きているということがやっぱり これからの発想の中心になっていくような気がしますけどね。そうしないと、うん、その自分の位置づけもわからないし、うんね、役割もわからない、ね、今まではこう自分中心で自分が自分がって言ってたけれども、うん、そうではなくて全体の中の流れの中の自分、うん、つまりはその全体の中で自分の役割というものがある、うん、その役割を知ることがいいっていうことかもしれないですね。僕にはまだそこまでよくわからない、まあ、例えば国際的なことを考えてもね、はいはい、トランプさんなんかね、はい、非常にこう自分、はい、だんだんこう分離、はい、国際的なつながりよりは自分だけっていうことが来たとしてもね、はいはいはい、とそれが一番こう自分が良さそうだけど、はい、それが一番危険な状態になってくるわけでね、はいはい、なぜかというと本来がつながってるから一つの自分に集中しようとするとかえって壊れちゃうという、そうですよ ね、それは周りをもう完全に破壊するし、結局はね、はい、まあ、そういう原理はもともと宇宙だから、うん、そうです ね見えない大きな世界なんでしょうね、うん、そういうふうに自分だけ良ければいいっていうふうになれば、うん、だん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 こう周りの人間が離れていったり、うん、周りのものが離れていったりするとか、うん、それからその破壊につながるとかね、うん、結局自己破壊になっちゃうんですよ。そういうことですよね。先ほど先生がおっしゃられた、うん、例えばこういうところにがん細胞ができたとして、うん、そこを自分だけで解決しようとすれば、うん、その結局は破壊につながるけど、うん、この全体の体として考えた場合には、うん、そこらにね、そうですね、気を血を、ね、流すような、うん、そうですね、やつができたりとかいろいろやれば元に戻る可能性。だから経絡、あの中国医学なんての悪いとね、体の肺外でも経絡ってとんでもないところを関係してる、はいはい、ね、その肺外だけでも、はい、まあ、西洋とちょっと違うところがあるね。まあ、もしね、がん細胞がここにできてこれを取り除けばいいならここだけ取ればいいかもしれないですけど、うんうんうん、そうじゃなくて全体的に治してここを治すっていうことですよね。はい、じゃあまあそろそろ、はいはい、第2部に入るんで、はい、ここでちょっと休憩を入りましょう、はい、どうもありがとうございます。大好きな人に会いたくて切ない夜もある。そんな時は眠れなくて歌を口ずさむ。目を閉じればすぐそばにいるような気がした。